ハロー YouTube、 どうもサルです。今回はチッカガリウムを搭載した USB 充電器で、しかもポートが2ポートのものを2つご紹介したいと思います。実は近々そういったものを購入しようと検討していて、最終的にアンカー製のものと大きい製のもの、この2つに絞り込んでいます。2つとも2ポートの USB-C ポートを搭載していますが、実は仕様が少し違いますので、その辺の違いなどについてもご紹介したいと思います。まず一つはアンカー製のもので、モデル名がアンカーパワーポートアトム PD2 というモデルです。今画面に表示するのがそのアンカー製のモデルで、定格は 60W となっています。ただし注意点としては、 60W で充電できるのはポートを一つだけを使用した場合となります。二つのポートを利用するとどうなるかというと、二つのポートそれぞれが 30W ずつになります。30W というと、パワーデリバリー対応のノート PC がギリギリ充電できるかできないかというラインになりますので、スマホやタブレットの充電であれば特に問題ありませんが、パソコン用の充電器として使う場合、出力が少し足りないというのが欠点ではあります。なお、こちらのモデル、現在 Amazon での販売価格は4599円となっています。そして、もう一つのものが大きい製の USB 充電器となります。それが今画面に表示しているこの黒いタイプになります。色が黒くなった以外はほとんどアンカー製のものと似たような構造になっています。ポートについても2ポートを搭載されていますが、少しこの辺の仕様がアンカー製のものとは違います。まず、一つのポートだけで充電する場合は 60W で充電できます。これについてはアンカー製のものと同じですが、二つのポートを使用した場合、上段の方が 18W、下段の方が 45W となります。18W あればスマートフォンの急速充電には十分な出力です。そして下の方の 45W というのはノート PC の充電もほとんどのモデルで問題なくできる出力になります。アンカーのモデルは 60W の出力を2ポート使用する場合は純粋に半分に 30W と 30W にしていましたが、この大きなモデルはノート PC の充電なども考慮し、片方だけ出力多め 45W にしているというのが特徴です。そもそもなぜ今自分が2ポートの USB-C の充電器を購入しようと考えているかというと、パソコンを充電しながらスマートフォンなども充電したいということで購入を検討していました。ですので、自分のような使用用途で購入するならば、スペックを見る限りはこの大きい製のものを購入した方が良さそうです。ちなみにこの大きい製のモデル名は PAD5 というモデルになります。価格については現在の Amazon での販売価格で4299円と、アンカーのものよりも300円ほど安い価格で販売されています。実は本体のサイズも数ミリだけではありますが、大きい製のものの方がコンパクトになっていますので、携帯性も高いかと思います。ということで今回は USB-C ポートを2つ搭載したアンカーと大きいの USB 充電器をご紹介しました。実は初め購入を検討する際、とりあえず間違いないだろうからアンカーのものを購入しようかと考えていましたが、それぞれ細かくスペックを比較すると2ポートを使用した場合の仕様がそれぞれで異なっていましたので、結果的に大きい製のものを購入するようにしました。また商品が届きましたら別の動画にてご紹介したいと思います。なお、それぞれのモデル販売ページのリンクは動画の概要欄の方に貼っておきます。購入を検討されている方のほか、実際に購入した方の口コミなども見ることができますので、その辺興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。